江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、スポーツの話題でございます。こちらね、2023バスケワールドカップ、この前ね、日本のチーム、日本代表の話題、前回動画でお伝えしましたけど、こちらでですね、ワールドカップで警告記者が締め出されていた。はい、警告チームが出禁になったっていうか、今回出場禁止になったっていうのは聞きましたけれども、記者まで出禁になっていたということでね、じゃあちょっと見ていきましょう。くーちゃんお願いします。世界バスケットボール界での警告の地位は冷や飯中の冷や飯だった。インドネシア、日本、フィリピンが共催した FIBA バスケットボールワールドカップ2023が3日、グループ予選を全て終えて5日からマニラで本格的にベスト8トーナメントを始めた。3カ国の5つの競技場で予選を行った最終8チームがマニラに集まり、本格的なメダル争いを繰り広げている。記者は今月1日からマニラで取材を行っている。たとえ警告バスケットボールは W 杯出場資格を剥奪されたとしても、世界最高のバスケットボール W 杯を取材すれば確かに学ぶことが大きい、ね、世界バスケットボールの流れを警告に伝えるという考えでフィリピンに来た。現場で見る警告記者として唯一だ。ところが FIBA から4日決勝トーナメントを取材する権利を与えることはできないと一方的に通知してきた。決勝戦まで取材申請をしてマニラに来て、すでに数日間取材をしてきたが、突然雷のようなニュースを聞いた。説明を求めた。組織委員会の関係者は、決勝トーナメントは限られた取材席しかなく、優先権のある国の記者に先に割り当てるしかない。あなたはすでに取材を許可しておらず、決定は覆ることはないと述べた。FIBA で米国や欧州など強力な代表チームを持ち、市場が大きい国の影響力が非常に大きい。 W 杯取材席も8強トーナメントに合流した国に先に割り当て、新国、日本など W 杯参加国が次だ。インドネシアなど大会に参加できなかったが大会を誘致した国のマスコミも優先的に割り当てられている。あれこれ考えてみると、最下位の警告記者には与える場所がないということだ。警告は世界10大経済大国に浮上した。関係ないだろ。しかしバスケットボール界では警告は辺境中の辺境だ。警告が豊かな国であることは事実だが、バスケットボールに国家的な関心は全くない。警告企業が FIBA に講演するところもなく、警告が国際大会を積極的に誘致することもない。だからといって警告のファンがフィリピンのファンのようにバスケットボールで莫大な消費をしてくれるわけでもない。C 国のように多くの人口もなく、日本のようにバスケットボール協会とプロリーグがうまく協力するシステムが整っていない。警告はバスケットボール界の外交争いから徹底的に阻害されている。FIBA に強く抗議し、再び記者証を要求した。モール・オブ・アジア・アリーナは200人を超える取材人員を同時に収容できる規模だ。予選で人気のある米国の試合も記者席が半分しか埋まらないほど余裕があった。すでにマニラに来ている警告人記者に席がないため途中で帰れという言葉は信じられなかった。状況が同じ C 国や日本の記者はいずれも決勝戦まで取材できる記者証をもらっていた。記者の事情を聞いたフィリピンの同僚記者たちは、 FIBA 政策は話にならない、苦労してフィリピンに来たお客さんにこんなに接するのか、我々も乗り出して抗議すると加勢した。大韓民国バスケットボール協会にも助けを求めた。しかし協会関係者は、 FIBA にとって警告は罪人だ。事情は残念だが FIBA は常に強硬な態度だ。私たちはいつも経験することだ。協会レベルで話をしてみると訴えた。実際警告は昨年新型コロナウイルス感染症自体が発生し、 W 杯予選に参加しなかった。 FIBA は容赦なく警告の W 杯出場資格を剥奪した。一抹の再考余地もなかった。今年のパリ五輪最終予選は旅行禁止国シリアで開催された。警告と台湾は参加しなかった。警告は2024年パリ五輪にも出場できない。
渓谷男子バスケットボール最後の五輪は1996年のアトランタ五輪だ。FIBA の立場から言えば、国際大会に参加し続けた渓谷には憎しみを抱いている。 W 杯で不本意ながら渓谷がバスケットボール界外交でどれほど辺境なのか、 FIBA が渓谷をどう思っているのかを骨身に染みて体験した。世界的に影響力を発揮できる体育人もバスケットボール界にはいない。FIBA が警告を無視するのは当然だった。規則は規則だから従わなければならなかった。5日朝、警告に帰る準備をしながら荷物をまとめていたら、FIBA からメールが来た。決勝トーナメント取材を取り消した記者がいるので、代わりに記者証をあげるという恐縮な返事だった。おかげで急いで日程をまた変更してマニラに残ることができた。おー、はい、ということでね。それではですね、こちらに対して渓谷の反応行ってみたいと思います。はい、それではですね、一人目こちら、良かったじゃないか、最後は最後の最後で、渓谷バスケットボール面白くないからどうせ見ない。そういうこと言うからだよ。無料で決勝を見る機会が剥奪され大変だったようだね。17に無料ね。バスケットボールは八百長の時にすでに失敗した。16-1 1分に3回4回もホイッスルを吹くギャグスポーツでしょ。11ひでえな。どうしようと言っても成績がそうなので自業自得です。91人口減少で全てのスポーツが台無しになる。91バスケットボールスターたちが指導者はしないで芸能するから。90あーバレーボールと一緒か。KBL がチケット制限を外した時にすでに奈落に落ちた。80野球ももうすぐあのざまになるだろう。本当に下手だよ。62ついに取材さえ許可してもらえなくなったのか。ブルブル。むしろこの事実が現在の我が国のスポーツ界の危うさを広めるきっかけになればいいけど、取材陣の席が限られてるから我が国の記者団に用意できるほどの席が余ってないということ。実際バスケに興味がないバスケ弱小国の記者に席を用意してもあまり意味がない。バスケットボールもスター選手が一人でも現れれば競技人気も上昇するんだけど、注目選手が本当に一人もいない。この取材拒否の記事でさえ興味を示さない人が大半なのでは。はあ、本当に屈辱的ですね。ついに取材資格さえ失ってしまうほどの弱さ。日本は欧州代表相手にも勝っているのに本当に情けない。ブルブル。そもそもバスケットボールはアジア人にとって不利すぎる。正直前回のバスケットボールの経日評価戦を見ていると、日本のバスケットボール自体の技術が向上しているように見えた。しかも評価戦では NBA リーガーが一人も参加していなかったというのに。バスケだけじゃなく野球、サッカー、バレー、ラグビー、主な球技種目全てでうまくいってる日本が羨ましい。それに比べて我が国は DT。めちゃくちゃ恥ずかしい。一応プロリーグも存在する国の扱いだこれ。はい、という意見でした。それではですね、チャットの反応いきたいと思います。いやじゃあ上の方からいきますかね。バスケ出てないだろ、わら。そりゃそうよ、締めだし。どんな記事にするか分かったもんじゃないもん。それはもうマニラに来るなという意味では、警告人がいないスポーツ大会はなんて清々しい気分になるんだが、から。ISO 子、締め出されないように声を張り上げなさい。 W 世界が警告から孤立してるにだ。どうせ何癖記事しか書かないからじゃないの。他国はこきおろしばっかりじゃん。売りもバスケットボール世界 W 杯を開催するにだ。お前ら出場してなし、関係ないからな。どうせこのチームなら警告の方が上とか近く礼儀知らずだからな。嫌われてんだろな、わら。そりゃ出場もしてない国の記者なんて優先順位低かろうよ、わら。はっきり教えたれよ。経済関係ないだろうが、わらわら。経済と関係ございませんがな、ちゃんと予選に出てるかどうかってことやん。座り込みで抗議したのか。阻害ってここでも被害者面。まあはっきりと言われた方がこいつとおためでもあるなぁ。気遣いがわからんやつらだね。全部言わすなよ、わら。だから銭を出さずにただ食いするやつは逆じゃねえんだって、わら。
それはどういうことか理解できるだろ。資格がないってよ、さっさと帰れって言われなかっただけありがたく思うんだな、わら。むしろどこに最高の余地があるんだ。憎しみとかなんとか関係ないわ。そりゃ出れば不正に選手潰しばかりで恨まれてるだろうよ。憎しみを抱くほど注目されてねえよ。ウレションしたんだろうな、わら。キャンセル待ち。おお。記者会見のキャンセル待ちなんて聞いたことねえ、わら。最後まで諦めなかった記者。けどたとえ日本が今の K の立場だったとしても歓迎されただろうな。不利だからというならバスケから手を引けばいいじゃん。学校で部活作るところから始めないと。体格差あるんだから同じ戦い方したってしゃあないやん。ホーバスさんは速を変えるとこかららしかった。察するというスイッチは実装されてません。はい、ということでね、皆さんはいかがお考えになりましたでしょうか。これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは、また。